カシア軍はアメリカ合衆国間補修の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22,952人であり、2000年の21,416人より7.2%増加した。軍庁所在地はバーリー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。カシア軍は1879年2月20日にオアイヒー軍から分離して、 アイダ保順衆議会により設立された。当時の軍庁所在地はアルビオンだった。1907年に軍の西部がツインホールズ軍として分離された。1913年1月30日に軍東部がパワー軍として分離された時に現在の軍域が確定された。1918年に軍庁所在地がバーリーに移転された。軍名は カシアクリークから名付けられており、カシアクリークは、モルモン大隊のメンバーで移民隊の指導者だったジョン、カジア、あるいはこの地域に見られた植物のどちらかにより、名付けられた。アイダホ州の他の軍と同様、選挙で選ばれる3人の委員からなる、軍政委員会が、軍政を担当している。その他選挙で選ばれる役人としては、軍事務官、財務官、保安官、監査官、検視官、 検事がいる。間補修の中では、軍全体が第27選挙区に入っている。第27選挙区には他に、パワー軍、オナイダ軍の全体とビンガム軍の一部が含まれるが、選挙区選出の衆議会議員はすべてカシア軍内に住んでいる。上院議員は、デクロス出身のデントン・ダーリントン、下院議員は、オークリー出身のスコット・ベッケとバーリー出身のフレットウッドである。 カシア軍のあるマジックバレー出身の議員は伝統的に長期間その職にあるので重要な委員会の指導者あるいは委員長を務めることが多い。1998年から2006年、バーリー出身のブルース・ニューカムが会員議長を務めた。現在は会員のベッケが会員多数党員内総務補、上院のダーリントンが上院長老であり、 上院司法規制委員会委員長を務めている。またウッドは、合同財務予算割り当て委員会の委員を務めている。連邦議会会員では、第二選挙区に入っており、共和党のマイク・シンプソンが議員を務めている。カシア軍は、どの分類でも共和党の強い地盤である。軍政府の役人は全て共和党員であり、この状態が長く続いている。民主党は軍があるいは、 州の議席を求めることが滅多にないので共和党の予備選挙が事実上の選挙になっている。カシア軍は衆議会や州知事の選挙で一貫して共和党を支持する軍の一つであり、2010年の知事選挙の場合、共和党のバッジオッターが投票総数の76.54%を獲得して民主党候補のキーソールレッドを大差で制した。 2008年アメリカ合衆国大統領選挙の場合、共和党候補のジョン・マケインが80.4%を制し、民主党候補のバラク・オバマは16.9%に過ぎなかった。カシア軍を制した民主党の大統領候補は、1940年の大統領選挙で共和党のウェンデル・ウィルキーを約100票差で破ったフランクリン・ルーズベルトが最後だった。 カシア軍の公共教育は1950年代に結成されたカシア合同教育学区第151の一つだけで管轄されている。高校はバーリー高校など5校ある。カシア軍はバーリーショート試験に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は2580.31平方マイルであり。 この内陸地は2566.45平方マイル、水域は13.86平方マイルで、水域率は0.54%である。軍内最高地点は標高1389フィートのキャッシュボンであり、最低地点はスネーク川の貯水地、ミルナー湖の標高4134フィートである。軍の北半分は、 スネーク川平原のマジックバレーに入っており、多くの産地が南の境界から北に広がり、東西方向に流れる川に近づくにつれて、平たくなっている。軍南部には、シテオブロックス国立保護区があり、25億年前の花崗岩バソリスが露出している。ミニドカ軍、ヘイバーンからスネーク川越えに、バーリーを望む以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ありがとうございます。